あ、もしもし。あー、手を押しておめでとうございます。あ、よし、おめでとうございます。めっちゃ緊張してる。大丈夫？実は今実家にいまして。あ、ガチ？そうです。ちょっと母と父に届かないようにちょっと静かな声で喋っています。いやでもね、今年よかったらチョコと一緒に遊んでもらえませんか？ぜひ。ちなラップ様、何が好きなんですか？はい、食べ物だったら。食べ物はハンバーグ。なるほど。あー、じゃあ、チョコがハンバーグ作ったらもしかして食べに行ってくれるとかってあるんですか？え、食べる。え、食べてもらえるんですか、ラップ様？食べて死んでよ。いや、我が輩は、チョコ先生さんと、チョコ先生さんに教えてもらいたい企画配信がある。お、何かしら。前にやってたのも見たんだけど、ちょっと、我が輩は大人なんだけど、ちょっと信じてもらえないから、チョコ先生さんに、大人の色気講座をしてもらいたいぞ。大人の色気講座、かしこまりました。しょうがない。そんな、ラップ様がそんな色気させるとは思えないけど、しょうがないわね。悪魔のチョコがちょっと誘惑の仕方教えてあげるわよ。知りたい。かしこまりましたわ。じゃあ今年は、大人の色気講座一緒にやりましょうね。やる。かわいい。なんで？ありがとう。じゃあまた、ちょっとお誘いにまたご連絡しますね。待っているぞ。